ススキノの首狩り事件、はい。この世の地獄がここにあった。皮をこうひんむかれたこう生首眼球入りのガラス瓶のこの脳の中に雲が出てきて、何でもかんでもこうるない地をこうって、まあ、普通の感覚ならちょっと過ほこ文春記者トーク。それでは本今回の記者トークのゲストは編集部の石垣敦史記者です。石垣さんよろしくお願いいたします。 ははいいいよろししくお願いします、はい、もう今週の話題は結構この事件で埋め尽くされていたかなというぐらい注目を集めていますけれども、すすきのの首刈り事件ですね、こちらについて、主刊文書の、えー、記事では、ですねすき、えー、の首刈り娘、田村ルナと精神科医父の SM プレイという、まあ、そういうタイトルのですね結構長いレポートを書いておりますが、こちらを担当した石垣さんにいろいろと解説をしていただきたいなと思っております。 はい、えー。事件の発生は昨年の7月ですね。えー、札幌のですね、すすきのでまあ発生した殺人事件ですけれども、えー、事件のですね、主犯として、まあ、田村瑠奈被告がですね、まあ、逮捕されまして、えー、それに加えて両親ですね、えー、特にこの母親広子被告のですね、初公判が先日行われたということで、まあ、この母親から語られたことでですね、かなり 田村家の実態といいますかですねこう、家庭内で何が起きていたのかというのが分かってきたと、まあ、このあたりをですね、えー、今回の記事では詳しく解説をしております。はい、あの早速、石垣さんにお話をお伺いしたいんですけれども、 これまでですね、石垣さん、まあ、数多くの事件の取材をされてきたと思いますけれども、はい、今回の事件についてはですね、どのような印象を抱いておられますか本当、言い表すのはなかなか難しいんですけど、もう本当にこうフィクションを軽く超えてくるような事件ですね。はい 去年の,その7月の発生段階でも、ラブホテルって頭部のない全裸の男性の遺体が見つかったっていう、まあ、かなりショッキングな事件だったんですね。で、しかもその部屋には女性の格好をした二人が入室していたっていうので、被害者の男性が女装してたっていうのは、ここで確定するわけですよ。大手メディアはまあそこをほぼ突っ込まなかったんですけど、そこに触れないと、事件の本質っていうのは ちょっっとと見えてててこななないいいんじゃないのかなと当時も思っていて舞台になったすすきので取材を進めていくとこう被害者はちょっとした有名人だったことが分かってくるわけですね彼の行動パターンとか性的な対象からこう何かしらこう女性とトラブルになったんだろうなってそれが原因なんじゃないのかなっていうのはなんとなく思ってたんですけど実際逮捕されたのが女性のルナ被告です だったんですけどねで両親も逮捕されたというのはちょっと驚きましたしかもお父さんは北海道でも有名な精神科医でですねとにかくパワーワードのすごく多い事件だったと思います整理してお聞きましょうか去年の8月に あのまあ、7月に3人逮捕されるんですけどえ、翌月に親子3人が殺人容疑の共謀共同正犯で再逮捕されるんですね。ただ、起訴段階では、あの罪にちょっと差がついているので、ルナ被告が殺人と死体行棄、死体領得、死体損壊の4つですね、父親のム被告が、まあ、そのルナ被告の4つの罪状、それぞれに対する包丁。 で、今回裁判が始まった母親の広子被告は、死体遺棄法上と死体損壊法上の二つですね。つまり殺人罪で起訴されたのはルナ一人なんですけど、まあ、最終的には知見が、まあ、両親が殺害を共謀したっていう、まあ、それを裏付ける職はないというふうにまあ判断したわけですよね。で、その殺人にかかる罪状のルナ被告と父親のオサム被告は、この先あの、公判前整理手続きっていうのを経て、裁判員裁判になるんですけど、 今回、まずそのプロの裁判官だけで審理される母親の方の裁判がまあ始まっているという状況ですね。はい、まあ今回の公判で、ろ子被告のです、ねまあ、母親の話というのは、かなり衝撃的な内容が多かったなと思ったんですけれども、はい、石垣さんは今回、母親の,でのしゃった内容だったりとか、彼女の法廷での言動にこうどういう感想を抱きましたか。これね、あのちょっと初 後半実際見てないので、こう、冒頭陳述とか、その周辺取材で判断するしかないんですけど、やっぱりあの印象に残ったのは、この世の地獄がここにあったという言葉ですね。これはあの浴室に、その被害者の A さんの頭部が置かれていて、広子被告が娘のルナ被告から初めてそれを見せれた時の、 心境として、えー、紹介された言葉なんですね。まあ、これはもう本当にその通りでなんだろうなっていう気がします。去年のその七月一日にですね、娘がその A さんに会いに行って、翌日起きたら浴室になんかその見慣れないプラスチックのこの番組の続きは週刊文春電子版でご覧ください。週刊文春電子版では雑誌発売日の一日前にスクープ記事を配信中です。 紙面未掲載のオリジナル記事や会員限定の番組も見放題新機能の紙面ビュアー,ーを使えば実際の紙面と同じように記事をお楽しみいただけますコメント欄の URL をクリックして是非「ぜひ週刊文春」電子版をご購読ください